西山玲は神奈川県横須賀市生まれのソフトボール選手。2008年北京オリンピック金メダリスト。ポジションは内野手。日立製作所ソフトウェア事業部所属。身長166センチメートル、体重62キログラム中学時代に心臓弁移植を行ったことから臓器移植を行った日本で唯一のオリンピック金メダリストとなる。 神奈川県横須賀市の生まれで、実家は釣り船屋である。決して恵まれた環境とは言えなかったものの小さい頃から運動をすることが大好きで、小学生時代はバスケットボールをしていた。ただ、生後1ヶ月に大動脈弁狭窄、閉鎖不全症と診断され、医師より激しい運動を禁じられ、自給層や吹奏楽などは特に禁じられていた。 横須賀市立と葉派中学校進学時に医師に激しい運動をやめるようにと言われたことを受けて講師があり休みが取れるということからソフトボールに転校した。転校した直後は全力でプレーすることが制限され長打でも二塁までしか進塁できなかった。当時の心境を全力でプレーできなかったことが悔しかったと後に述べている。その後、 心臓弁移植手術の話が出たことから全力でプレーすることを望み手術を決意する。1998年、中学2年の時に手術のために渡米し、7時間及ぶ大手術の結果も成功する。それでもトップアスリートを目指すことに心配した両親を、私は一度死んで生まれ変わった。死ぬのは怖くないからやらせてほしい。と説得し、 トップアスリートへの道を歩み出す。手術を受けた前の月にソフトボールの講習会に参加し、その時に講師だった斉藤遥に一緒のチームでプレーしようと声をかけられている。このことが彼女の選手生活を送る上で大きな目標となり、2002年に日立ソフトウェア入りでそれが実現する。指示報奨の受賞者、共同通信者、 47newshttp://www.47news.jp:/cn/200811/cn20081111110008177.html2013 年1月25日閲覧ありがとうございます。